巻いたらすぐお水をかけるんですね。それは鉄則なんですけど、はい、ゴールデンウィークをバラの花で楽しめるということですね。そうですね、はい、こんにちは、劇花の古谷です。あ、こんにちは、NHK 出版趣味の園芸の山本です。今日はですね、なんとなんと趣味の園芸5月号のロケに来ておるんですけども、実はバラ業界の大御所中の大御所、有島先生のお庭にやってきました。有島先生、今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。今日はバラのことをいろいろとお伺いさせていただきまして、はいはい、やっていきたいと思いますので、はい、ぜひいろいろと教えてください。こちらこそよろしくお願いします。それから趣味の園芸の山本さんから一言何か。はい、ちょうど今発売中の趣味の園芸の5月号、毎年5月号はバラを特集させていただいてまして、はい、好評いただいております。その今年の5月号は、バラの品種図鑑を、この有島さんに、担当していただいております。昨年はたくさんの先生にそれぞれが好きなバラを紹介してもらったんですけれども、今回は、有島さん一人にお願いしていると。その理由なんですけれども、それは有島さんが全てのバラを鉢で育てて、そしてそのあまり広くない場所でバラを育て続けて、一般のバラ好きの方たちの気持ちがよくわかる方だから、だからこそ読者と同じ目線で選んだ素敵なバラというのを今回紹介していただいているので、今日そんなね、有島さんにいろんなバラのお話を直接伺えればと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実はここのアーチのところがこれなんですよ。これがここなんです。早速ですね、中の方を見に行っていきたいと思います。私の庭は、真ん中に2連のアーチをつけて、右側の方に、バラとしてはカラフルなやつ、レッドですとかローズピンクですとかイエローですとか、そういったカラフルな、こちらの方は趣味の園芸の5月号に出てる通り、そんなようなものを植えてありますので、それに合わせて草花もビタミンカラーのというかカラフルな、はい、こちらですね、ね、カラフルなバラが咲くコーナーにはカラフルな花が入ってるんですね。そうですね、はい、そんなことでイメージ的に盛り上げようと、はい、そんな風にやっております。私の方から一つですか、その、はい、有島さんのバラのすごいのはこれ、全部鉢なんですよね。そうです、はい、鉢でバラを育てているところ、うん、ちょっとね、下映るか分かんないんですけれども、はい、有島さんのこれお庭に見えるんですが、お庭が全部鉢でバラを植えていると。どかってみましょうか、ほら、みんな鉢なんです。すごい、そうなんです、全部鉢ですね。鉢です。今回なんでその有島さんにこれお願いしたかっていう、品種紹介をお願いしたかっていうと、全部自分で鉢で育ててるっていう、それでこう読者、一般の、趣味家の方の気持ちが一番よくわかるということで、今回鉢で育てるバラっていう形で紹介してもらってると。あのつるバラの下は鉢なんですか。そうですね、はい、あれオリビエローズオースインって言って、イングリッシュローズ、ちょっと大型のイングリッシュローズなんで、はい、アーチに沿わしてる。おお、すごいですね。咲き始めですね。ちょうど咲き始めですね。はい、いい感じです。バラとクレマチスっていうのはこれ付き物なんで、こういうふうに植えてますが、バラそのものはクレマチスの葉っぱっていうのはこういうふうに大きいもんですから、はい、バラはこのクレマチスにハグされるのあんまり好きじゃないんです。ハグされるのが好きじゃない。好きじゃない。はい。ハグされると風通しが悪くなるんで、うん、そこの部分の葉っぱは枯れてしまったりすることがある、うんうん、だからクレマチスを意識して、こういったアーチだったらアーチの側面の端の方にやって、はい、バラとのこのあまり接触がないように、そんな感じでこういうふうにやってます。なんかバラとクレマチスってすごくセットで美しいってイメージがありますけれども、うんうんうん、あんまり絡めてしまうのは良くなくて、少しつかず離れずの距離を保つっていうのが秘訣の一つなんですね。おっしゃる通りですね。なるほどね。その方がいいですね。バラの枝には直接絡めないということですね。絡めないですね。これもアーチの外側がバラで、うん、内側がクレマチスみたいな住み分けが見れますよね。住み分けができてます、そういうふうに。でもちろんこれも鉢はバラバラで入れてあるわけですよね。この辺3つから、うん、今はまだ実際咲くまでにあと2週間ありますから、うん、思ったより背が高くなったやつは後ろの方へ持ってきて、うん、後ろのちょっと低めのやつを前に持ってくるとか、鉢植えだからそういうこともできるんだ、うん、
でその時その年の伸び具合を見て、背が高いものは8だったらそのまま後ろに回してしまえばいいし、背が低いものは前に出せばいいし、ね、ということで入れ替えも可能っていう。そうですね。ですね。ここのところが、はい、ちょうどアーチのあのギボシですとか、うん、それからアジサイ、アジサイ、アジサイは、うん、あまり日当たりじゃないもいいんですけど、我が家としてはそういうそれに適したところっていうと、このアーチの下なんです。はいはいはい、ちょうど、そう、ここが日陰になるんですね。そうですね。なのでこことこっちと、うん、アーチの下にこういった具合に、ギボシと、うん、それからアジサイの定位置、うん、定位置になる。はい、5月の庭が、うん、我が家の庭でも5月の庭が一番華やかです。はいはいはい。やっぱり5月で花が終わった、うん、6月になると2番花の咲くまでの間が、うん、ちょっと間があります、はい、その時はちょうど梅雨時になりますから、うんうん、今度このギボシや、うんうん、あのアジサイが出番になって、うんはい、これが前の方行って、はい、ちょうど梅雨時の庭、いいですね。いやアイディアですね。確かに日陰がいいって言われ、うん、そして梅雨に美しいと言われるギボウシやアジサイをバラのアーチの下に置いて、そうするとまず日陰が確保でき、バラが終わった後にはちょうど2番花までの間、アジサイの花やギボウシの綺麗な葉が楽しめると。そう、それが出番だよっていうんで。なるほど。バラをちょっと後ろに下げて、はい、これが一番目立つ、しっとりとした庭になると、うん、梅雨時の庭っていうことで、いいですね。夏になってくると今度はカサブランカだとか、はいはい、ユリですね。ユリです。これが出番を待ってるわけです、はい、ちょうどこれがね、咲くのは6月後半から7月になって、はい、咲きますから、それのためにここに植えて、うん、ここに鉢で置いてます。お庭が広い方でしたらね、はい、それを全部地植えにしてねやればいいんですけど、はい、今の都会のお住まいの方は庭っていうのは、はい、そんなに広く取れてる方って非常に羨ましいですけど、これは狭い庭でも鉢で植物育ててると、バラのシーズンが終わったらさっきのようにアジサイだとかギボシになって、はい、それからこんなこのようなユリ、ユリですね、はい、それから冬になるとこれすごいですね。クリスマスローズですね。クリスマスローズですよね。はい、すごいよ、ね、クリスマスローズにしてもバラにしても住宅事情が悪いんで、はい、全部これあの鉢はこのように、まあ、ほとんどくっつけたままです、はい、バラも非常に鉢が間が狭くなってます、はい、こっちもねバラがもう山盛りですよね、くっついてほとんど置いてあるぐらいな感じですよね。これってこう風通しとか病気についてはどうなんですか。あのね、はい、こちらが南側ですか、はい、あの南側ですから、はい、あの風通しとそれからに日当たりはいいもんですからとてもいいです。それでねこれはあの実はあのヤングルマニックですけれども、はい、これがもうちょっと咲いてくると、はい、込み入ってるバラの間を置くようにする。ああ、この間にそうです、ヤグルマギクを置いて、ヤグルマ置いて、はい、それでバラの景観を作って、これは綺麗ですね。それそのためにここで今、はい、あのある程度用事をして、はい、そっち側はいつもね、その淡い色のバラがあるから、うん、その淡い色にはそのヤグルマギクみたいな青が合うという、そうです、これも青いやつで、はいはい、これはね、たまたまあのスタンダードですね。なんちゃってスタンダードなんですけど、はい、シュートが伸びてきたんで、はい、この上の部分でカットし、はい、この部分でカットして、はい、こっから芽が出てきたやつをうまく利用してスタンダードみたいになってます。スタンダードっていうと普通、はい、幹は、はい、野バラを使うんですけど、はい、これはこのバラの部分のシュートです。でこういうのはどなたでもできるんですが、気をつけていただくかないといけないのは3月ぐらいからこういうとこから芽が出てきちゃうんです、はい、それは必ず取る、うん、こういうとこからあの芽が出てきますから、できるだけ芽かきをするって、はい、取っちゃってこの枝には、うん、ここの部分の幹からは枝を出させない、うんうん、そうするとこんなようなことも、うんはい、これ咲くと結構綺麗ですよ、うん、
さっきおっしゃったように普通はスタンダード仕立てっていうと継ぎ木で作ることが多いけれども、うん、これは自分のシュートを使ってるってことなわけですね。自分のシュートを使ってる、だからなんちゃってスタンダードでこちらの淡いピンクからピンクのどっちかというとあの私が大好きなバラなんですけど、はい、優しい色のバラでここずっとやってます、はい、そのためには淡いピンクのバラにはブルーの花が似合うんですと私は思ってます。なのでここは、そういうブルーの花でここはまとめて、それからここにある、うん、グラマツですが、はい、先ほどもご説明したように、バラとクレマチスはあんまりこう絡まない方がいい、ね、はい、なので、左右をバラにして真ん中にクレマチス、はい、そうするとちょうどこれがこれから咲き上がってちょうどバラが咲く頃になるのに、あの左右にバラで真ん中がクレマチス、はい、これもう一切絡んでないと、ね、いうことですよね。そうですね。じゃあ有島さん、僕からも聞きたいこと、うん、さっきちょっと途中まで聞きかけたんですが、うん、これ全部鉢で、うん、これだけ混み合ってバラが、うん、まあ、密集していると、うん、なんか僕らのそのイメージでは病気とかになったりするんじゃないかっていうのが心配なんですけれども、うん、薬剤とか散布されたりしてるんですか、はい、場所柄から言って、うん、噴霧器での薬剤散布は非常にしにくい場所なんです、うん、はい、あのお隣さんとも近い、うん、はい、今のバラは非常に耐病性のいいバラがたくさん出てきて、はい、それからなおかつこういう狭いところですといつも咲いてきてるくれてる方が嬉しいですよね、はい、色咲き性がいい、それから咲いた花だったらできるだけ長持ちしてもらう、はい、それからなおそれに欲張って香りもあれば、うん、なおさら最高ですよね、全部揃ったバラっていうのはなかなかちょっと難しいですけど、うん、ほぼほぼ耐病性のいいバラは入ってますけど、でも私ここへ来て8年になるんですが、その前から自分で気に入ってるバラを持ってきてます、うん、それと古いバラっていうのはやっぱり耐病性がないのの中にありますが、うん、今薬剤のとてもいいのができてまして、うん、鉢の周囲にバラ巻くだけで耐病性と、はい、それから虫ですね、うん、虫にも非常にいいという、はい、もう本当にね巻くだけで、巻くだけ病気と虫の予防ができる、するこう霧のように巻くんじゃなくて流状に粒になってて、うん、地面に置くやつがある、はい、地面に置くだけで、はい、下流状のやつを地面に、うん、巻いたら必ず薬剤と肥料でもそうなんですけど、うん、そういうのを巻いたら必ずその一回水をそれからすぐに入れる、はい、かける、それは鉄則なんです。巻いたらすぐお水をかけるんですね。それは鉄則なんですけど、はい、それを3月から4月、それから6月末、うんうん、8月初め、うん、その年4回やれば、うん、この私の庭は葉っぱ綺麗でしょ、これすごい、はい、もうツヤツヤですよ ね、 薬剤散布一切やってません。薬、そうなんだ薬剤散布が一切なし、この葉っぱ見てください、この葉っぱね、え薬剤葉っぱにもじゃあつけてないってことですよ ね、うん、すね、お薬を。だからその流状の薬っていうのを、うん、まあ、あんまりしてなかったんですけど、やっぱりいいですね。あれはいいですね、はい、今皆さんお忙しくて、うん、それから薬剤散布が好きな人なんてあんまりいないと思いますので、うん、お忙しい方ですから年4回、うんうん、約1ヶ月半から2ヶ月の間そうやっていただければ、うんうん、病気も虫もかなり防げます、うん、はい、与党がなんか飛んできて、うん、卵をね、葉っぱの裏なんか見つけたりしますと、うん、そのたんびにいちいち噴霧器持ち出すと大変ですから、はい、今ボトル式のやつで、うん、非常にいい、殺虫剤がありますから、はい、私はそれを庭の、2箇所に置いときまして、うん、はい、またそんなのがちょっと出たときはそれで対処、うん、いちいちはもう噴霧器持ち出すので、うん、それで対処、それでこれだけきれいにできてますから、はい、ただ巻くだけで、うん、虫にも病気にも効くってそういう薬剤もありますから、うん、そういうのをうまく利用すると、うん、お庭も綺麗に、はい、今皆さんお忙しいですから、うん、薬剤散布するとかなんかってもこれ非常に大変ですから、はい、それを年に4回やっておくだけで、それが一番いいのはね、はい、6月ぐらいになるとコガネムシが出てきますね、はい、鉢に卵を産みつけると、はい、それが孵化すると、うん、行く場所がなくなっちゃって、はい、鉢の中のね、うん、多分有機分
で堆肥ですかね、はい、腐葉土みたいに食べて、食べるものがなくなっちゃうと根も食がないです、はい、でよくあの鉢植え原でちょっと秋になって10月ぐらいになって枯れていっちゃって、うん、気がついて持ったらグラグラっとなって、はい、あれも防げるんですよ。おお、あ、そうですね、撒いてますからね。その流材を撒いておくと、うん、土の中のそういった 害虫なんかに効果がありますので、うんうんうん、あの今までそういうそれ専用の、うん、殺虫剤っていうのはありましたけど、うん、その今度は今私が使っているガード流材は、うん、あの、うん、両方に効くんです、はい、だからそちらの方が、うん、あのいろいろな蜂の中の虫にも効果があるし、うん、はい、ただね、あのそうは言っても薬剤ですから、あの地面から根から吸い上がっていきますから、うん、はい、それで1メーターから1メーター20ぐらいが限度なんです、はい、それ以上大きくなると樹液で薬分がどうしても薄まっちゃうから、はい、効果なくなってくる、はい、だから私はあのこの壁面のバラだとか、はい、アーチのバラもありますけれども、はい、まあそういうものは多少虫にかじられた、つぼみがこれだけついてれば、はい、多少やられたってなんともないやと思って、これは全然それもほったらかしです。それでも全然、うん、あの虫に、かじられちゃう、うん、花が咲かなかったのは全然ないです、うん、はい、10円のバラはほとんど1メーターから1メーター20ぐらいに収まってますから、はい、これには全部そういうことに効果、あ、しっかりと葉の中にも薬剤成分が入ってるっていうことですね。です我々、まあ、趣味の園芸では、うんうん、よくまあ殺菌殺虫 の, あのスプレータイプのものをね、うん、よくスプレーしましょうみたいなことはよく紹介してましたけど、うん、その流剤っていうのは一つ手だなっていうのを今回勉強になりましたね、うんうん、でただ、まあ、難点としては、高さ 1.2 を超えてくるあたりからちょっと効きが悪くなるよっていう、それはちょっと一つの、まあ、はい、難点かなっていうことで、でもそうですね、あの特に都会のあの薬剤散布がしにくいような、はい、あの方なんかが、ね、はい、持ってこいだと思いますね、お隣さんに飛んでっちゃったりもしますからね。そうですね、はい、それもないですからね、はい、今年はおそらく5月の5日から10日過ぎぐらいが、はい、一番あの1年のうちで、はい、華やかな庭になるんで、ゴールデンウィークをバラの花で楽しめるということですね。そうですね、はい、あのこれだけね、草花なんかあると結構鉢の中に入ってる、はは、こぼれ種、こぼれ種、これは3年前新内から育てたやつなんです、はい、もうこれだけ、私はあのある程度こういう形でつぼみをたくさんつける、はい、こういう咲かせ方が好きなもんですから、はい、たまたまそのこぼれ種がこう入ってて、はい、リディアですけど、はい、こういったもうちょっと花がこれ立派に育ってますね。もうね、はい、バラの肥料をもらっちゃった。あ、それはすごい、うん、何本かあったんですけど、はい、まあ1本ぐらい残しておいても、うん、今度は鉢植えだけで、はい、バラと草花の一つの景色ができるから。そうですよね、うん、それでこれはこんなそれもあえて残したんですね、はい、だからまあ寄せ植えっていうのとはちょっと違うけど、うん、う自然なこぼれ種で共生してるってことですね。そうですね、はい、で実際皆さんこのこぼれ種が飛んできて出てきたものっていうのはあのバラと喧嘩しちゃうんじゃないか、根っこが喧嘩しちゃうんじゃないかって思ってる方多いですけど、そうですね、どんな感じですかね、育ててみて。要は数ですね。数大きいものですけど、はい、1株、はい、初めのいくつもあったんですけど、はい、それは抜きました。え、抜いてあのポット上げしたりします、はい、で1株だけ残しておけば残してあげる、はい、そうするとちょうどねバラが咲いてその横で、はい、ピンクのバラの横に青い花が、花が、ええ、これだけで一つ景観ができます、ね、つぼみがもうわんさか上がってるんで、楽しみですね、ええ、これにこの本来はシャリマーと一緒に咲くっていうことですね。そうですね、いいよね、ウサオリエンタリスですね、ええ、これもね、あの有島先生のブログに写真が載ってましたよね、うん、そうです、そうです、はい、載ってました。あの趣味園では、はい、の5月号には、はい、あの横長の、うん、ラテスに、これ鉢で壁面仕立てみたいな、すごいですね、これもすごいんですけどね、はい、先生が育てたやつですね、はい、それでこのバラを、はい、ここに実はあの、はいはい、他のバラがあったんですよ。これあの実はあの、うん、ゴマダラカミキリに入られて、うん、ダメになっちゃったんですよ、うん、でここを寂しくなっちゃって皆さん言えないと何にしようかなと思ったら、でこのこれの下庭をそこに置いた、気がついて、はい、あお前ちょうどいいじゃんかって言ってそれをですから鉢もそのままの、鉢はここに乗っかってるんですね、うん、はい、そのままの鉢です、はい、
で、そのままの鉢をそのまま鉢で誘引して、はい、誘引して、はい、これちょっと5月号を買っていただけると両方楽しめて、うん、はいはい、この映像とね、うん、そうですね、あのこの部分ですね、はい、シャリマです、はい、あ、ここの、うん、ここのアーチがここなんですね、そうですね、だからこういう景色、おー、すごいすごい、はい、あの巣箱があそこにあります、はい、もう この景観です、巣箱がそのままありますもんね、うん、はい、うん、私も実際に拝見するのは初めてなんで嬉しいです、うん、ね、もうちょっとバラのタイミングだったらもう本当にここが花畑になるわけですね、うんうん、小さいバラは大きくできませんけど、はい、大きくなるバラいくらでも小さくできるんです、あ、だから私にミニバラ大きくしてくれって言ってもこれできませんけど、はい、だからピエールドロンサードをこのくらいの形で作ろうと思えばそれもできます、はい、ですからバラっていうのはどういう風に育てるかは皆さん次第なんで、ですからシャリマーも横長のラッツに育てることもできるし、今みたいなった鉢植えで当たり前に やることもできるし、うん、同じバラをこういう具合にもできるし、うん、はい、ですからあの毎年同じ形だと、うん、あいつまた去年の写真使ってんじゃないかなって思うんですけど毎年あの大きくなるバラだったらちょっと変えたりなんかしてね、うん、はい、するとこれはまたねあの面白いです、そうですね、それが育てる楽しみにもなると思います、はい、5月号に、はい、あのバラ図鑑、執筆していただいた有島かおさんに今日はですねご自宅の庭を案内していただいて私もすごい勉強になることがたくさんありました、本当にありがとうございます、はい、じゃあちょっとせっかくなんでバラ、まあ、興味あるけどまだ育てたことがないないしは一度失敗してしまって諦めて、そんな人から、まあ、今バラたくさん育てている人までバラ好きに対して何かメッセージはありますか、あのね、はい、バラそのものは丈夫です、ですからあの枯らしたりなんかする人は水をやりすぎたとか、はい、水が少なかったとか、あるいは可愛がりすぎてダメにするような方もいますから、ほどほどにして、まあ水はあの極端なこと言うとあの枝先がしなっとなるかなる以前にやるぐらいで、あのちょうどいいです、あのいつも鉢の中がガバガバ濡れてると人間でもね、そんないつもいつもあの水浸しになってるのは、あんまり好きじゃないですから、うん、ですから私もこれはあのこれだけあると水やりだけでも大変ですけど、それぞれのバラの顔色を見て水が欲しがったらやる、それがやっぱりねポイントじゃないかと、バラだけじゃなくて他の植物もそうですよ、そうですね、私のおもちゃ箱ということで、自分だけでここで遊んでると、それからまあいろいろな趣味の園芸さん、今回の雑誌にもいろいろな新種解説もしてますが、そのバラも全部ほとんどここのここで、ね、撮った写真ばかりで、はい、ですから一緒にね他の草花が写ってるなんてプロのカメラマンの撮った写真ではねなかなかそんなじゃないと思いますけど、あの一緒に草花が写ったりなんかしてるのも載ったりしてます、この庭で咲いたやつを、私があの素人写真撮ったやつを、はい、あの山本さんに感じね、いいじゃないかな、これの方が一般のね、はい、読者の方に近くていいじゃないかな、はい、そうですよね、今回はそういうイメージで、やっぱそのみんなの気持ちが分かる有島さんにっていう形で、そんなに広くない中でたくさんのものを鉢で育てている有島さんがこの品種はいいよっていう品種を紹介してもらってますね、はい、そんなこと今日はありがとうございました、ありがとうございました、有島先生今日はどうもありがとうございました、よくお越しいただきました、ありがとうございます、趣味の園芸5月号なんですけども絶賛発売中です、Amazon でも、ご購入することができますし、書店さんでもご購入することができますので、ぜひ手に取っていただいて購入をしていただけると嬉しいです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、で、ですね、最後有島先生お願いがあるんですけども、はい、こちらですね、はい、僕の一冊なんですが、はい、この動画を見てる方にサインを書いていただいて、この趣味の園芸をプレゼントしたいなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか、サインいただけますでしょうか、承知しました、ということでありがとうございます、ご快諾をいただきましたので、サイン本が欲しい方はこちら概要欄の方からポチッと押していただいてご応募をお願いします、わかりやすく書いておきますのでぜひよろしくお願いします、またお会いしましょう、さようなら、ありがとうございました。